皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共にリビングライフのテキストを用いて御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います。今日は9月の11日金曜日です。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙の4章14節から23節です。リビングライフのテキストのタイトルには神が受けてくださる供え物、分かち合いと奉仕と記されています。このタイトルの意味を考えながらこの御言葉をともに読んでまいりましょう。ピリピ人への手紙4章14節から23節。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また、私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか、私たちの父なる神に、御栄えがとこしえにありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙の4章の14節から23節、このピリピ人への手紙の最後の部分となります。14節15節を読んでみましょう。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした、と書かれています。パウロはこの手紙を獄中から書いているわけなんですけれども、その中でいろんなことを自分がピリピの教会を建て、そしてその教会をリーダーの手に委ねて、そこを離れていって、その後今この手紙を書いているわけなんですけれども、特にこのピリピの教会とこのパウロとの間には本当に麗しい関係があったみたいですね。そのことをパウロ自身がすごく強く感じていましたので、このピリピの手紙というのはよくこの喜びの手紙というふうに言われますが、喜びという言葉が何度も出てくるんですね。パウロはそのように、監獄に入れられていながらも喜びに満ちた手紙を書くことができた。それはやっぱりこのピリピとの関係が、ピリピの教会の人々との関係が本当に素晴らしいものであったからだと思います。そしてこの14、15に書かれている言葉を見ますと、パウロの働きを
支援してくれた、それがフィリピの教会であったということが ここでもよくわかりますね。まあ、フィリピの教会も非常に貧しい教会であったというふうに書かれています。でも彼らはその貧しい中にあっても、このパウロの働きのためにこの物をやり取りするとありますから、いろんな支援物資を送ったり、彼の働きを助けるためにいろんなことをしていたのではないでしょうか。16節を見ると、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたとあります。自分たち自身でさえこの、まあ、貧しさの中にあって生活するのが大変であったと思うんですね、このフィリピの教会の人々も。けれども彼らはその中にあって、このパウロをこの働きを支えるためにさまざまなものを捧げていくということに決してこの怠ることはなかったんですね。他に もう少し、もしかすると裕福な教会人々がいたのかもしれませんが、そういうところよりもパウロはむしろこのフィリピの教会からの捧げ物によって支えられていたわけですね。この捧げ物をするということ、まあ、我々の献金もそうなんですけれども、本当に非常にこの信仰と深く関わっていると思うんですね。我々はまず考えてみると、まず救われたこと自身が、イエス様ご自身がもともと神であって栄光の方であり富んでいたものであられたわけですけれども、私たちを救うために自らを低くして自らを捧げてこの世に下り、そして十字架にまでかかってくださったわけですよね。そのイエス様が我々を本当に豊かにするためにご自身が乏しくなられた、そのことを覚えるときに、私たちも今生活している中で神様から祝福として時間が与えられ、また特に財力も与えられているわけですけれども、それをどのように用いていくかということは我々にとって非常に重要なことであると思います。我々がこの、もちろん生活の必要というものもあると思うんですけれども、私たち自身もこのフィリピの教会の人々のように、この自分が神様から与えられたものをどのように用いていくか、そのことを神様の働きのために用いていくときに神様の豊かな祝福があると思うんですね。で、パウロはちょっと続けて読みますけれども、こういうふうに言っています。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的な祝福なのですとあります。そして18節ですが、私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあるんですね。まあ、このエパフロデトという人物を通しによって、このフィリピからいろいろな贈り物が、支援物資が届けられていたんでしょう。それはパウロ自身が香ばしい香りと言っています。香ばしい香りというのは人々が神様に捧げた犠牲から出てくるあの煙の香ばしい香りです。つまり献身、捧げたものということを意味しますね。フィリピの人たちは本当に捧げ物に集中していました。本当にもう自分の生活を犠牲を払う、でも本当の捧げ物というのはこの犠牲を払うということが伴って初めてこの捧げ物になっていくと思うんですね。あり余ったものから残り物を捧げるのではなくて、犠牲を払っていくということが大切だと思うんです。それこそが神様にとっては香ばしい香りになるというふうに思うんです。私たちはこれだけ捧げてしまうと足らなくなるんだろうかとか心配しますけれども、それに対してパウロはですね、こういうふうに書いてるんですね。もう一度19節読みますけど、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあるんです。パウロはこう確信していました。フィリピの人たちはこのパウロの働きのために経済的な必要を補うために捧げ物をしました。それに対してパウロはですね、そのように犠牲を払って分かち合った人々に対して神様はどうするかというと、ご自身の栄光の富をもって
あなた方の必要をすべて満たしてくださるとあるんですね。一つの必要ではないんです。すべての必要を満たしてくださるとあるんですね。ですから私たちも本当にこの捧げ物の点においても大胆に、神様が必ずすべての必要を満たしてくださるということを確信して捧げていく、それが本当に捧げ物ではないかなというふうに思います。最後のところにパウロは挨拶の言葉を書いています。この中にこういう言葉がありますね。まあ、21と22を読んでみましょう。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、特にカエサルの家に属する人々がよろしくと言っていますとあります。まあ、パウルはこのどこの獄屋で監獄であったか分かりませんけど、まあ、多分このローマであったというふうに一般的に考えられますが、そのところに集まっていた、まあ、クリスチャンたちもいたわけですね。で、人々がよろしくと言っていますとあります。その中にカエサルの家に属する人々っていうのが出てきます。これはローマ皇帝ですから、まあ、パウロが牢屋に、まあ、ローマの監獄に入れられていたという状況の中であっても、このローマの町、特にこの皇帝に近い人々の中にも主を信じる、イエス様を信じる人々が起こされていたみたいですね。パウロが牢屋に入れられたということは大変な状況だったかもしれませんが、実はそのことを通してこの牢屋にいるのは、まあ、見張っている監視というのは、つまりこの皇帝の側近であって身近な近衛兵であったり、そういう人々だったと思うんですね。ですからそのような逆境の中から、むしろこの福音が多くの人々、普通は届きにくい人々にも届いたってことを考えるときに、私たちも今置かれているそれぞれのところで福音を伝えていくって責任があるのではないかな、そのことを示される、そのような言葉だと思いました。今日の箇所のテキストのタイトルは、神が受けてくださる備え物、それは分かち合いと奉仕とありますけど、特にこのピリピの教会はパウロを支えるために大きな犠牲を払って、支援をしていました。私たちもイエス様がまず私たちのために犠牲を払って十字架にかかってくださったことを覚えて、神様に本当にこの犠牲を惜しまずに分かち合っていく、また捧げていく、そういうものでありたい、そのように思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父様、今日の箇所からピリピの教会が本当に大きな犠牲を払ってパウロを助けていたことを知らされました。どうか私たちもまず神様から大きな犠牲を払ったこの救いを受け取りましたから、どうぞ今度は私たちが神様のために犠牲を惜しまないで捧げていく、どうかそのような信仰をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。